皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日はですね、ラジオの収録をやっております。今日は2023年11月2日木曜日に、このラジオを収録しております。ちょうどさっき会社から帰ってきたとこで、もう緊急でラジオを収録してます。まあ、なんかよく YouTube とか見てると、緊急で動画回してますって言って、ビデオを始める方いらっしゃいますけど、もうまさにそんな感じです。もう本当にこれは緊急です。緊急って言っても、もう、その出来事が起こってから結構時間経っちゃってますけど、精神的には緊急のつもりでこれを撮ってます。で、何の話をするのかっていうと、今日はですね、もう突然それが起こったんですけど、イギリスでね、我々みんな大好き、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの、60周年記念エピソード、これがですね、日本のディズニープラスで配信されると、今日発表がありました。いや、もう、ぶったまげましたね。これ言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、正直ちょっと諦めてました。個人的にはもうおしまいだと思って諦めちゃってたんですけど、いや何諦めてんだよって話なんですけど、っていうのもあって、びっくりしましたね。本当に普通に今日昼間仕事してて、あれ1時公開されたのは1時ぐらいだったのかな、公開されてから 3,40 分後ぐらいに、公開されてから1時間後ぐらいに、帰ってきて、で、ふと携帯を見るとね、もう何年もツイッターで仲良くしてくださってる方から、リプが来てて、備えなくてはという言葉とともに、新しい、ドクター・フーのこの日本語の、ドクター・フーのロゴのなんか画像が貼ってあって、なんだろうこれって言って調べたら、日本語のトレーラーが公開されてたというわけで、もうその場で大騒ぎして、大はしゃぎして、大音量でドクター・フーのトレーラーを流すという、そういうことをやって、ちょっと、すごくね、ハッピーな気持ちで、昼の時間を迎えてたわけなんですけど、とりあえず今回はそのドクター・フーの、60周年のね、出たトレーラーの話とか、あとはなんで僕が諦めてたとか、そういった話もちょっとできたらなと思っております。で、また例によってちょっと、ここから先進めるにあたって、また約束事を決めようと思うんですけど、とりあえず今日の動画、ラジオでは、もう本当に今日公開された日本語のドクター・フーのトレーラーと、あとはその関連するキャストとか、あらすじとか、それぐらいの話をすると思います。なので、まだ日本語になってないシーズン12と13の間のスペシャルとか、シーズン13から60周年記念までの間に3つスペシャルがあるんですけど、それも日本語になってないので、そういった日本語になってないエピソードの話はここではしないです。ネタバレは一切しません。あくまで今日出た情報の話だけをするつもりですので、とは言っても、せっかくね、もうディズニープラスでやるって分かったんだから、ディズニープラスで新しいドクター・フー見るまで、そういったもうトレーラーの内容もキャストの話 もう聞きたくないですっていう方は一旦ここで動画をやめていただいて、またディズニープラスでね、ご覧になってからまた聞きに来ていただけたらなと思っております。そんな感じでここから先進めていけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあですね、早速内容に入っていくんですけど、今日ね、ドクター・フーの60周年記念の、スペシャルの日本語のトレーラーが出たということで、まずは今後のね、日本におけるドクター・フーのスケジュールをざっくり簡単にお話ししようと思うんですけど、まずですね、今年の2023年の11月26日日曜日の夕方4時から、60周年記念3つあるエピソードのうちの1つ、スター・ビーストが公開されます。で、その翌週に、2つ目のエピソード、ワイルド・ブルー・ヨンダー。で、さらにその翌週に3つ目のザ・ギッグル。これが、順次公開されるという話になってます。何ヶ月か前に、イギリス以外の国かな。
そこでイギリス以外の国ではディズニープラスで60周年以降のエピソードを配信していきますと。60周年から、シーズン14かな、まあ、今後のドクターフーはディズニープラスで、やっていきますっていうニュースが出ていたんですけど、なんかその配信対象地域みたいな感じのなんか表があったのかな。でその中に、ジャパンは含まれてなかったっていうのが、僕がちょっとなんか今後日本で見れるのかなってちょっと心配してた要因の一つなんですけど、まあ、これはもう別に僕だけじゃなくてみんな心配してたと思うんで、まあ、あれなんですけど、まあ、ちょっとそういうのもあって、ちょっとずつなんか消極的な気持ちになってたというわけですね。で、あとはもう一個理由があって、日本で見れないだろうって諦めてた理由があって、ディズニープラスって、まあ、日本他の国もどうなのか分かんないですけど、日本のディズニープラスは、例えば11月に、これだけの作品を配信しますって言って、ちょっと前に、リストを公開するんですね。作品の一覧みたいな。その中にドクター・フーのどの字もなかったんで、この間見た時にね。まあ、そういうのもあって、日本では見れないんじゃないのかなっていうのを、ちょっと思うようになりましたね。で、あとは、まあ、これはもうここ数日の出来事ですけど、Hulu とか、Hulu で、シーズン8から13までが見れなくなって、Unext からはもう完全にドクターフーが消えたっていう、まあ、そういうニュースもここ数日の間であったので、10月末で、配信を終えてしまった、ストリーミングのサービスもあったので、まあ、そういった流れもあって、ちょっとなんか勝手に、ネガティブな、マインドになっていたというわけですね。いや、もう過去に戻って自分自身を引っ叩きたいぐらいですけどね。お前ドクターフーこの15年何見てたんだって、ちょっと怒られるし、自分も怒りたいぐらいですよね。もういかにこの今までね、こうドクターから希望を捨てるなと、諦めるなと、手遅れと思っても、まあ手遅れということはないとか、まあいろいろね、ドクターから教えられたことがいっぱいあったのに、そんな簡単に諦めるのかと。そうやってちょっとなんか自分自身に怒りの鉄を加えたいところですけど、まあそういった理由もあってちょっと諦めなモードになってたんですけど、まあそんなものはもうなくなりました。もう今はもう未来に向けての希望と喜びしかないっていうそんな感じのマインドになってますね。まあでも本当にこの数ヶ月、この60周年記念のことを楽しみにずっと待ってましたね。まあやっぱりそのイギリスではっていうか、まあ日本以外ではやっぱりトレーラーも公開されたりとか、インスタグラム見れば公式がどんどん新しいキャストこの人ですとか、なんだ、まあドラマの場面の写真公開したりとか、そういうのもちょこちょこあったので、そういうの見ながらちょっと未来へのね、期待の気持ちはあったんですけど、まあ最近はちょっとネガティブな気持ちの方が勝ってしまったと、そういったちょっと恥ずかしい話になってます。で、まあ最近だと14代目ドクターのことがね、結構情報がツイッターで出回るようになってきて、まあもう話しちゃいますけど、14代目ドクターはデイビッド・テナントがやるということで、もう公式もね、大々的にそれを前面に打ち出して PR してるわけなんですけど、まあやっぱりそのパワー・オブ・ザ・ドクターとか、その辺の出来事を僕ら日本人はまだちゃんと見れてないわけですから、まあ、なかなかこう話題にしづらいなっていうのが個人的にはあって、まああんまりちょっと表立って14代目ドクターがデイビッド・テナントだとか、そういう話は個人的にはなるべくしないようにしてきたっていう感じですね。まあ去年出したラジオだと14代目ドクターがシューティー・ガトワだと思ってたんで、そういった話もラジオでしたことはありますけど、まあここに来てジョディ・ビテカーの次がデイビッド・テナント、そしてその次の15代目ドクターが、
あのセックスエディケーションで有名な、シューティーガトワがやるという感じで、メディアも結構情報を出してたっていう感じですね。まあだから、まあ結構僕の中でも今14代目ドクターっていうのはかなり熱くて、まあ、ソニックドライバーも、まあ、2本買って、まあそれも動画にしましたけど、2本買ったし、あとあのトレーラー一応海外のやつは見てたんで、あの劇中で14代目ドクターがかけてるメガネに近しいものをね、あのなんか買ったりとかってして、ちょっと気持ちを高めてたつもりなんですけど、あちなみになんかあの14代目ドクターっぽいメガネをレイバンのサイトで買ったんで、これはちょっと後でリンクを貼っておきます。一応今これかけてあの収録してるんですけど、まあそんな感じであのちょっとずつ準備はしてました。してたけど、あの諦めてしまったというわけですね。で、まあ、最近だと、まあ、14代目ドクターもそうなんですけど、まあ、あとはやっぱりドナノーブルですよね。トレーラーにも出てましたけど、あの、シーズン4のラストで、ドクターとね、10代目ドクターとドナは、あの、別れてしまったんですね。あの、シーズン4最終決戦で、ドクターの再生エネルギーを浴びて、こうなんか半分人間、半分タイムロードみたいになったね、ドナを。要はその人間とタイムロードをこれ半分半分だから、そのままの状態では危険だということで、まあドクターが彼女の記憶を消し去ることで、まあドナノーブルを救ったと。まあだからそれが結局その悲しい別れみたいな感じになっちゃったっていう、そういう話なんですけど、まあトレーラー見る限りだともう完全に記憶を取り戻し、ドクターと共にこの60周年のね3つのエピソードのコンパニオンとして活躍してくれるのかなっていうところで、すごく期待してるところですね。あのドナノーブルがどうやって記憶を取り戻すのか、そして彼女がどうなってしまうのかっていうところは、あのかなり、注目してるところです。であとはあのビリーパイパーじゃない、また別のローズっていうキャラクターも出てくるっていうことで、あのまあそのローズがどういう人物なのかっていうのもまた60周年のねスペシャルのどこかで明かされると思うので、その辺もね楽しみにしてます。そしてあとは、まあ、多分おそらく3つ目のエピソードのヴィランになるのかなと思うんですけど、あのニール・パトリック・ハリスがやるトイメーカー、まあ、これも結構個人的には注目してるところですね。どうも初代ドクターの時に出てきたヴィランじゃないかっていう話なんですけど、っていうかまあ そうらしいんですけど、あのそのエピソードを見れてなくて、今なんかもう何だったかな、旧シリーズってなんかあの4話か5話かを一つのエピソードとして扱うんですけど、そのうちの一部がもうなんかもうなくなっちゃってるのかな、なんかそんな感じで、ちょっと調べてみたらなんかもうオーディオドラマでしか出てこないみたいな、なんかそんな感じだった気がしますね。まあ、YouTube で一部映像も確か出てた気がするんで、まあ、それを見てから一応60周年のエピソードに挑もうかなと思ってるんですけど、まあでもやっぱりその初代ドクターの敵がこの60周年っていう記念の年で、あのヴィランとしてねまた復活するっていうのは非常に熱い展開なんじゃないのかなと思ってます。まああとはなんかあのケイトとかも出てくるし、あのなんかアベンジャーズタワーじゃねえかって思うようなあのユニットの新しいタワーもあったりとか、なんかそういうのもあるんでね、あのまあ、トレーラーでもすでにありましたけど、ヘリコプターでまたターディス運んでて、なんかあの10年前のザ・デイ・オブ・ザ・ドクターを思い出す、なんかあのそういうシーンだったなっていうふうには感じますね。っていうかもう 10年、あの2013年のザ・デイ・オブ・ザ・ドクターから、あの時も11代目ドクターのねマット・スミスがまだ現役でドクターやってましたけど、だ当時僕が高校3年生で、あの受験だなんだってやってた年でしたね。あの個人的な思い出ですけど、でまあ11月中旬ぐらいで受験は終わったんですけど、まあ当時はまだ Hulu とかでドクター・フーが見れる時代じゃなかったんで、あの北米の iTunes で買って、それをなんか、まあ、スマホというかね、あの当時 iPod Touch 使ってたんで iPod Touch で見て、でうわすっげえなんだこれとかって言って、あのちょっとなんかドラマで何言ってるか全然わかんないけど、とりあえず、まあ、まずはあの何もわからない状況でエピソードを楽しむっていうことをやってましたね。でそっから2014年15年とかで、あの Hulu とか角川の DVD が出たりとか、 Netflix でやったり
まあ、そんな感じでちょっとずつドクターフーが見れるようになってきたっていう感じでしたね。まあ、もともと日本でのドクターフーの歴史をたどると、まあ、旧シリーズは一部4代目ドクターのやつがビデオになったり、あとあの BS で放送されたりってしてましたけど、まあ、やっぱり僕ら世代っていうか、まあ、やっぱりその2007年から NHK で夜、まあ、毎週火曜日の夜7時からやってたドクターフーを見て今に至る人が圧倒的に多いのかなと思いますけど、僕ももちろんその一人ですし、まあ、そこからずっと見続けてるっていう感じですね。まあ、あとはまあドクターフーがまあこれまでにね、結構そのスムーズに日本語にならない時が多かったので、シーズン3なんかあの NHK の放送が終了した2008年から4年ぐらい経って、あのララ TV っていう有料テレビでやるようになったりとか、シーズン4も光 TV でしたっけ、なんかあのそれも多分有料テレビだと思いますけど、なんかそっちでしか見れないっていうのもあって、だから僕があのちゃんと日本語でシーズン3、4を見たのは2015年とかだった気がしますね。それまではもうなんか YouTube とかであのなんかアップされてたやつをちょっとなんか頑張ってみるとか、なんかそういうことばっかやってたあの時代がありましたけど、まあ、そこからストリーミングの時代が来て、まあ、一部なんか配信終了したり復活したり、あの配信されないエピソードがあったりとか、いろいろありましたけど、まあ、今に至るというわけですね。まあ、だから最近その角川さんがシーズン11以降の DVD を出してないから、まあそういった流れもあって、ちょっと日本のドクター風の展開っていうのは個人的には結構気にしてたっていうか、まあちょっと どうなるんだろうって心配してたっていうところですね。まあこれでまあディズニープラスで来るようになって、まあ今後のドクター風は非常に見やすいんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、さっきも言った通り、そのまだ日本語になってないエピソードが、まあ、最低でも4話あるんで、まあ、その辺をどうやってカバーしていくのかっていうのも個人的には気になってますね。あのみんなツイッターでフールお願いって、ツイートしてくださってて、まあ、僕も一回ツイートしたことありますけど最近、まあ、でもシーズン13もフールからなくなっちゃったんで、まあ、ディズニープラスでこのままやってくれるのがいいのかなと思うんですけど、まあ、僕もその Hulu でシーズン13配信開始ですって去年になって、まあ、あの、まあ、12と13の間が空いちゃってるから、そういうのが全部配信開始されてからちゃんと日本語字幕で見ようかなと思ってたんですけど、あの待ってるうちに配信が終わっちゃったっていう、そういうちょっとあのしくじりエピソードがありますけどね。あのもうなんか変な意地張らずに最初から入って見ときゃよかったっていう。まあだから去年あのイギリスのブルーレイ買ってそれ見てましたけど、イギリスのっていうか海外のねブルーレイを買って見てましたけど、だちゃんと日本語で見れてないんで、ちょっとあのせっかくのチャンスを逃してしまったなっていう状況です。まあそんな感じであのいろいろありましたけど、まああと最近の出来事だと、この14代目ドクター、あの実はあのこの映像作品の前に実はあのコミックのシリーズがあって、まあ、これ何かっていうと、ドクター風マガジンって毎月刊行されるあの雑誌があって、まあ、僕はあの Kindle で去年購読してて、最近ではなんかその、ドクター風マガジンのなんかアプリがあって、それをサブスクリプションしてあの毎月見てるんですけど、まあ、そこであの去年から公開されてた14代目ドクターのコミック、タイトル何だったかな、リベレーションオブダーレクだったかな、ちょっとさっきあの Amazon でページがあったんですけど、ドクターフーリベレーションオブダーレクスっていうことで、まあ、早速もうあのもう13代目ドクターから14代目ドクターに変わった直後から始まるコミックシリーズがあって、あのまああのタイトルの通りダーレクと14代目ドクターが早速壮大なバトルを繰り広げるっていうことで、これもアマゾンで、日本のアマゾンでもう予約開始になってるんで、またリンクはあの説明欄のところに貼っておきます。まあ、そこで、まあ、このコミックの出来事が生死として取り入れられて、60周年のドラマにあの反映されてるのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、すでに14代目ドクターの活躍っていうのがコミックで描かれてます。で、あとは、最近はあのドクターフーの60周年記念のコンサートがあって、まあ、これもちょっと簡単にあの私説明欄に書いておきますけど、
あの BBC サウンドっていうアプリがあって、これあの普通に日本 の, あのアプリストアで手に入るというか、あのダウンロードできるやつがあるんですけど、あの BBC サウンドっていうアプリを入れて、でドクターフーあの60って多分入れたら多分出てくると思います。今ちょっとやってみましょうか。 BBC サウンドのアプリがあって、このサーチってところがあるんで、でドクターフーと入れて、60、まあ60周年なんで60ってやると、このラジオ2セレブレイツドクターフーアト60ってやつが出てくるので、これでその60周年記念のコンサートを聞くことができて、あのなんかもう今までのね、あの懐かしのドクターフーで登場したテーマとか、あとはあの15代目ドクターのテーマとか、新しいオープニングの曲とかもなんかあの出てたりするので、まあ、そういったのにご興味があったらぜひ聴いていただけたらなと思っております。で、あとこの60周年記念エピソード、まあ、3つあるんですけど、もう早速なんかもうブルーレイ、あの英語版なんですけど、ブルーレイがもう予約開始になってます。でちょっとあの数日前諦めモードが結構強かったので、どうせ見れないだろうっていうのと、あとはまあ60周年記念ってことで、せっかくならスチールブックのブルーレイを手元にあのコレクションでね加えたいなと思ったので、まあ、そういった気持ちもあってスチールブックも予約しました。でこれまたあの公式のあのブルーレイ発売ですの記事を載せときますけど、一応これ見るとですね、あのちょっと待ってください、今記事を出します。これ見るとあのドクターフー60周年記念スペシャルの、スチールブック DVD ブルーレイが予約開始になりましたっていう、そういう記事になってるんですけど、一応予約先として Amazon のページと、レアウェーブス、HMV、あとザビ、まあ、この4つの、販売サイトにつながるリンクがあるんですけど、僕はこのレアウェーブスっていうところでスチールブックを予約して買いました。一応今現在これ見るとまだプレイオーダーのボタンが押せる状態なので、この11月2日の現段階ではまだ予約できるのかなと思います。まあなんか最初あのイギリスのアマゾンとかで買おうと思ったんですけど、なんかスムーズに日本のクレジットカードとかがなんかできなかったですね。まあできるのかもしれないですけど、僕はちょっとあんまスムーズにできなかったんで、このレアウェーブスっていうところで買いました。まあ、日本のクレジットカードというかペイパルか、ペイパルで、まあ、あのスムーズに支払いができて、日本の住所であのプレイオーダーできたんで、まあ、多分ここだったら間違いなく予約できるのかなと思いますので、まあ、あの予約期間中に気になる方はぜひこちらからお買い求めいただけたらなと思っております。まあ、そんな感じで、あのドクターフーの60周年記念ね、まあ、ようやく日本語で見れると分かったので、まあ、もうあとは2週間じゃねえな、3週間ぐらいか。そうですね、3週間後ぐらいにまた見れるので、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで、ちょっとあのもう、あんまりちょっとなんかまとまった内容のラジオじゃないですけど、ちょっともう本当なんかもう思いつきでずっと、喋ってる感じですけど、とりあえずまあ、結論は60周年記念日本で見れてありがとうみたいな、そんな感じですもう全然下回ってないですね。まあでも本当もう繰り返しになりますけど、もう本当にマジで心の底から諦めてたので、まあ、だからこそこんなに嬉しいんでしょうね。本当素直にそういう気持ちでいっぱいです。もう近頃じゃ、まあ、これはもう僕個人の問題ですけど、本当になんか嬉しいニュースがないというか、もう人生の喜び感じるのってもうドクターフーしかないんで、まあだからこそやっぱり諦めモードがあったのかなもう日本で見れないんだって、もう英語わかんないけど英語極めて、もう海外のブルーレイ買うしかないんだって、なんかそういうマインドになってましたね良くないです。ネガティブは良くないんで、ポジティブに残りの人生過ごそうかなと思っております。あ、そうだ、ブルーレイで思い出したんですけど、さっき紹介した60周年記念のスチールブック、
予約できて普通に買えるんですけど、日本のブルーレイデッキで再生できるかっていうのはちょっとやっぱそのものによって多分違うと思います。リージョンコードって言って、よくなんか海外のブルーレイとか DVD 日本のやつで再生できないって話があると思うんですけど、まあ、お使いのブルーレイレコーダーがいわゆるそのリージョンフリーみたいな感じで、もう海外の、まあ、どんなディスクでも対応できるやつか、まあ、はたまた日本のやつでしか再生できないかっていうのはちょっと確認してからポチった方がいいかもしれないです。まあ、僕はもう予約開始と同時に、まあ、こういうのってなんかもう勝手な先入観ですけど、すぐ在庫なくなると思って何も考えずにポチったんですけど、なんかレアウェーブにはあんま詳しく書いてなかったんですけど、そのスチールブックの北米アマゾンのページ見ると、リージョン B だったかな、イギリスというかヨーロッパ圏はリージョン B っていうカテゴリーになってて、で北米とか日本はリージョン A っていう、あ違うわ、リージョン1だったかな、ちょっとごめんなさい、多分リージョン1だ、リージョン1がその北米と日本で、リージョン2がヨーロッパみたいな感じでちょっと区分があるみたいなんで、で僕が去年買ったシーズン13とか他のスペシャルエピソードは全部リージョン1だったから多分 PS4 で再生できたんですけど、今回届くスチールブックは多分 PS4 じゃ再生できないのかなと思ってます。まあ一応まあ日本語で見れるので、もう本当にスチールブックはコレクションになるだけだと思うんですけど、まあ、再生したくなったら多分リージョンフリーのブルーレイを買ってきてそれで見るのかなと思ってます。ちょっとそこだけちょっと補足させていただきました。まあそんな感じで、まあ、これからのねドクターフー非常に希望が持てるなと感じました。で、あとはさっき本編で話したソニックドライバーの動画とかも過去に上げたことがあるので、14代目ドクターのソニック、まあ、劇中で使ってるところを見てからっていう人もいると思いますけど、先にどういうものかっていうのがご覧になりたかったら、ぜひ僕のねアップした動画見ていただけたらなと思っております。まあ、そんな感じで、今回の緊急ラジオでした。もう全然なんか緊急でもなんでもない、ただの雑談みたいな感じになってますけど、まあこれぐらいの緩さがいいのかもしれないですね。まあ、またなんかドクターフーに関するネタとか喋りたいことがあったらまたラジオ撮ろうかなと思いますので、その時はまたぜひよろしくお願いいたします。まあ、次はそうだな、また60周年のエピソード見終わった後になんか感想ラジオみたいなのもアップできたらなと思ってます。まあ、ティムさんとかペンさんとか過去に一緒にお話ししたことある人に連絡取ってみんなで感想を言い合ったりするのもいいかもしれないですね。まあ、そんな感じで、これからのことが非常に楽しみです。それでは皆さん、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。